はい、おはようございます。青木さくまです。やっとですね、アジアンラリー初日を迎えるようになります。今回はですね、非常にトリッキーなハイスピードな、そしてジャンクションがいっぱいあるという、すごいなんか難しいコースらしいんですけども、道をですね、ロストしないようにナビゲーターの4がやってくれると思いますので、コドライバーと力を合わせてやっていきたいと思います。それでは行ってきます。レッツゴー。はい、
บเทอร์โบพร้อมยังก็มันไม่มีแรงโอเคสตาร์ทเอนจินสตาร์ทเอนจินสตาร์ทเอนจินสตาร์ทนี่ไปโอเคไปไหมが終わりました。いやちょっと初日にしちゃですね、支援が大きかったですね。まだ開始早々いきなりですね、ドライブシャフト、右のドライブシャフトがちょっと、ね、折れてしまって、でその後に今度はタービンのインテークが外れてしまって、まあ、そこのところでもですね、大変かなりロスしてしまいました。でそれだけだったらまだ良かったんですけども、その後ですね、致命的なミスコースをしてしまい、まあですね、あのループって言って、まあ、あの1回回ったところさらにもう1回回ってくるっていう設定だったんですけどね、まあ、そういった主催者のちょっといやらしいそういったコース取りをされたことによって、まあ、ミスコースをした上ですね、その先で、順走してくるドライバーとこっちからまた順走で行くドライバーが正面衝突してしまって、まあ、そうした時にですね、まあ、そのコース上でですね、かなり、長い時間せき止められてしまって、まあ、そこのところもミスを、かなりロスったなっていうのがありました。
でその後ですね、まあドライブシャフトの交換だなんだかんだでちょっと時間かかってしまってですね、午後の SS にはかなりちょっとそっちの遅れを取ってしまったんですけども、まあ、なんとか1日目ホテルに戻ってこれたので、まあ、良かったかなというふうに思います。明日2日目ですけども、また仕切り直して最後までアキレールスに行きたいと思います。それでは応援をよろしくお願いします。